で今回の特別はネイチャーホールの中をこう、えー、左回りというんですが向こうから回っていって、えー、ここにたどり着くということです。でこの間ずっと氷期かん氷期あったかい時代寒い時代があってその頃にどんな生き物がいたかということについて、えー、解説展示があります。でそれを見ていいいいいくと、まああったか時時代寒い時代寒いろいろ、まあ で特にですね、まあ、身近なここは大阪ですけども大阪総群といってこの地元の地層これにつきましてもかなり詳しく調べられていてどんな時代にはどんな植物化石が出てみたいなことを詳しく調べられてるんです。でまあ、大きな総合表情所総,総合合表 総上表難しいな <laughs> はいが貼られてます。でそちらの方にはそんな植物化石困難があってこの子にこんな火山の爆発があってっていうことがずっと細かく点え表、ー、えー、書かれてるんですけど昆虫のことは何も書かれてません。えな、ー、んでかというと昆虫のことはままだあんまよく調べられてないんですねはいで,で全然出ないことはないんですけど。 えー、その辺がちょっとまだ研究不足というかそんなこともあってなかなか、えー、研究が進んでなくてあ今回の表にも残念ながら載せられてないですがいつの日か、まあ、そうやって頑張って調べてそこにもこの時代にこんな虫がおったみたいなことが載せられたらいいかなというふうに思ってます。で、まあ、代わりといってはなんですがここで紹介しているのは栃木県のものになりますが塩原というところ。 ですね、そちらの方のこれはあったかい寒いのどっちかというとこれはあったかい方寒ん期の、えー、昆虫化石を展示してますでこれはですね、えー、大阪総軍の改正年度で言うと MA の10の時代。 えー、酸素同一体ステージでいうと9、まあ、これ解説書詳しくは読んでくださいねそう,そういった時代の暖かい時代、えー、今が寒氷期その前が最終寒氷期その前の寒氷期前の前の前ぐらいですかねの、はい、の寒ょ期の えー、昆虫化石になりますすここは大変状態がいいです植物もたくさん出てて葉っぱがたくさん出ててこれは木の葉化石園という、えー、ちっちゃな博物館がね地元にありますし、えー、塩原にね、えーまあ、行かれた方もある,あるかもしれませんが、えーえー、そちらの方で出た昆虫の化石ですでこの特徴は何かというと基本的にですねここにも大きなって書いてますが今と同じなんですね。はいで寒 表記こんな風に寒いあったかいを繰り返してますが結構ですね、えー、本当に繰り返してるだけなんやなというのがなんとなく。 分かります暖かい時代になるとまた戻ってくるで寒い時代になると、えー、北の門が南に下がってで暖かくなると南の門が北に下がってこれはかなりほとんどのものについてはこれを繰り返してるだけなんやなということを、えー、思います。で実際、えー、この塩原に出てる種類を見てみましても、えー、ここに展示しているようなものでありまして、えー、何出てましたかね高温にヤンマ。えー とか小山トンボ、エゾハルゼミ、ゴマダラチョウ、ミヤマカラスアゲハまあちょっと今の白原と本当はちょっと寒いですけどね、えー、ですけど大方まあと同じであるということが言えると、えー、いうことです、えー、ただ完全に同じじゃないんですねこんなサイクルがあってまあ今年の夏と去年の夏は違いますその前の年も違いますのと同じように何個か前の寒氷期というのは えー、完全に同じではなかったということを示す例もあります。その例が、えー、これです。朝鮮オオカメムシというのカメムシです。で、これは今本州にはいません。どこにいるかというと、日本国には対馬、そこは朝鮮半島から大陸にかけて。 分布すするカムシなんですねでこれがここに出てるってどういう意味なのかなっていうことを私自身考えたんですが、まあ、よくわからないんですけど、まあ、歴史のことです地球上の歴史の生物の分布のことですからわからないんですけど、えー、一つ私思ってるのはこの朝鮮シのまはあ、結構これもちょっと南北移動しておって、えー、寒くなったら南に下がって今みたいに暖かい時期になったら北に上がってきてっていうことをやってるんだけどたまたま今来てへんだけなんちゃうかなっていうことをちょっと思ってます。 で実際そんな例はありまして、えーまあ、津軽海峡があって北海道があって本州があります、はい、で北海道の最終寒氷期ですから今の前のあったかい時代その時代にですね化石が出てましてそれはねナミコガネって言ってねあのよく河原行ったらある金ぴかのコガネムシあれの化石が出てるんですけどナミコガネって今北海道におれへんのですよね実は。 でも最終寒氷菌に折ったことが分かってるんです化石でそれはどうしてなんかなと、えー、考えた時に私今守ってるのは単に今まだ行ってないだけなんちゃうかなということを思ってますで実際に北海道と本州の間の津軽海峡これは、えー、まあ寒氷菌の時代ももちろん海峡はあってで氷沖になって海水流下がりますで北海道サハリン大陸はつながりましたけど津軽海峡はずっと新しいですねはい。 ですから僕が今思ってるのは南ミコガでずっと、えー、最初かんぴきを追って氷記で絶滅してかんぴきでほんまは生きたいねんけど津軽海峡はどう当たらへんだけなんちゃうんかなということを思ってまあ思ってるだけでほんまかとか知りませんけどね、はい、でも実際に似たような例がありまして、えー、南ミコガと同じカブトムシっていうコガネムシ科の、まあ、カブトムシ皆さん知ってますよねはいあれもともと北海道にはいませんでしたでも今いますよねはい。 あれ要するに北海道で、えー、の人が、まあ、飼育しててまん、あ、にがしちゃったんでしょうねそれで野生化してますで私自身サロベツ原野でいてライをつけたカブトムシ飛んできましたからねえカブトムシは結構もしかしたら今北海道に渡れて喜んでるんちゃうかなともともと本田は渡れるんで住めるのに海峡があっただけのせいで。 渡れてないだけなんちゃうんかな。そんなこと考えたら、まあ外来種の問題とかいろいろありますよね。もともとおらんかったのが入ってきて、まあ生態系があっていう話も今すごく問題になってますが、そんな問題もその時間のスキルを長くとっていくと、どっちが正しいの？みたいなことをちょっと迷い始めてるというか、悩み始めてるところであります。はい、そんなことをちょっと考えてます。